隋州市は、中華人民共和国古期多に位置する地球市。炎の御門、新能の生誕地とされ、また、隋朝を開いた要件がかつて市市に任じられたことで、隋朝の名称の由来となった地でもある。なお王朝名は侵入を不祥としたために、隋よ、隋に改められている。湖北省の北部、長江とワイガの高交流地帯に位置し、高官市、京門市、上陽市、 河南省と接する。東西約1 3 0トル南北約1 0 5トル山地、丘陵地が大部分を占める地勢である。夏院大は、ハゲム国が、集大にはハゲム、隋、等の三国が位置していた。百569年、スワエにより、ハゲムが、前505年には等、戦国末には隋が滅亡し、隋県が設置された。 1221年、新朝による中国統一事業が達成されると、中央集権体制のもと、軍権制が施行され、現在の随州地区は南洋軍隋県が設置され、南北朝時代まで隋県の名称が使用された。535年、正義により隋県は随州と解消、この名称は新末まで使用されることとなる。1912年、 中華民国が建国されると修正廃止に伴い、随州は随県と解消、州所は県知事公所と改変され、湖北省の管轄とされた。1914年、北京政府による同性志行に伴い、高官道の管轄とされ、県議会や参事会による地方自治制度の整備が進められた。1927年、南京国民政府により、 県知事公所も県政府と県知事は県庁とそれぞれ解消された。1931年、ただし札区制度の施行に伴い、湖北省第五行政ただしさつくの所管とされ、専員公所の詳在地とされた。また1927年から1929年にかけて中国共産党はこの地で武装放棄、祝林、青苔、 クレヤマ3区の革命委員会を設置、九百三十一年四月から九百三十二年六月に、かけては霧、カシヤマ、大鉱山地区に五つのソビエト政府を樹立、また日中戦争中の九百四十年六月から1 9 4四年九月に、かけては、鉱山県、随南県、ノブコ県、随北県、大随県、随中県、随長県、随夏目県の、 各愛国民主政府を樹立している。国境内戦末期の1949年5月、随北、随南両県は、随県と合併、随夏目県、大随県の旧随県管轄地域も随県に編入され、交換行政区の鉱山県は、常用行政区の管轄とされ、中華人民共和国建国初期に沿い重ねされた。百五十二年、随県は、 常用行区に移管、鉱山県は廃止となりその管轄区域の大部分は随県に編入された。1979年11月26日、国務院は研究士の随州市の設置を決定、翌年7月1日に成立している。1983年8月19日、随県の随州市編入が実行され、随州市は昇格研究士に、 さらに1994年11月6日に、小直轄市に改変され現在に至る、一市かつく一研究、市、一県を管轄下に置く、鉄道道路、ありがとうございます。